はい、皆様ごきげんよう、ピエトロです、オベイミーゲーム実況レッスン59やっていこうと思います。はい、レッスン58はですね、見事私が魔術師になった日ということで、魔術師修行編には一段落ついた形ではないでしょうか。まあシミオンがちょっと誰かにビビってたとか、後々ね響くところの部分は残されていたんですけども、まあ新規一点レッスン59からどんなストーリーになるか楽しみです。さあではやっていきましょう。59-1ね、ニューストーリー、あと少しの日々。何がだろう、ここに滞在することがってことかな。あ、人間界編がってこと、はい、そっか、一応人間界編であり魔術師修行編だもんね。ピエトロおはよう、朝ごはんできてるよ。今朝は僕が朝食当番だったんだ。ワッフルメーカーってすっごく便利だよね。アスモちゃんの朝食は安泰そうですね。なんかうわーまだ眠い。でもベルフェにしては早いんじゃない、朝に起きてこれてるんだもの。あ、サタン、僕もそれ入れてほしい。目覚めのコーヒーかい、自分でやれ。エスプレッソマシンを使えばボタン一つだぞね、ここはねちゃんと自分でやりなさいとお兄ちゃんからの、ケチ、いいよ自分でやるから。だからそうしなさいって言ってるじゃないかという。おい、アスモ、掃除機を踏むぞ。お、掃除機が、あ、なるほどね、ルンバチックのやつ。うわ、危な、ハイテク。そういえば人間界に来たばっかの頃さいきなりレビが切り込みましたね、会話を。サタンってば、ロボット掃除機のこと勘違いしてたよね。確か何、猫のトレーニングマシーン、猫の乗り物なるほどね、はびこってるもんね。なるほど、猫動画さてただそういう動画がねいっぱいあるからってことか。猫の乗り物ということでね、可愛いですよね。そう、それではつか乗り物って受けるんですけど、くそ、猫の乗り物としても使えるが本来の用途は掃除機だと言いたかったんださてさてどっちかな。いや嘘だね、猫の乗り物って言い切ってたもんエビ座って食べろ、ベール口の周りにクリームがついてるぞ。さあ騒がしい朝ね、これが日常ということで楽しいですね、朝から。で、金にがめつい男の姿がありませんが、どうなっているんでしょうか。もぐもぐもぐ、キラララ、どうしたの。ねえ、今ベールの口をタオルで拭いたのってありがとうペトロ、私かい。あ、なるほどね魔法で口を拭ったのね、直接やればいいのに。そんなすごいね、このくらいの魔法ならもう呪文なしでできるな。魔法でやってどうする、私せっかくのチャンスを、触れ合えるチャンスを。ふわー、はよーす、お、寝てたのね。さあ珍しくあなたが今日は一番遅かったですね。大体私かね、多分、ベルヘゴールなんだけど。マモン、そこ掃除機踏む。みんな踏みそうになる。あ、ガチャン、あら、私が風で、ぬおなるほどね、なんだ今の風魔法か。はい、マモンの方を手荒くね吹き飛ばしたわけね。掃除機を踏む前にマモンはソファーに吹き飛ばしたか。やるなピエトロ、いえいえ、やるならもっと優しい方法でやれ力試したくてしょうがないんです、私今有り余るね抑えられないんです。ソロモンの試験に合格してピエトロは正式な魔術師になったわけだけど、前とどこがどんな風に変わったの。なんかやたらと魔法でねことを収めるようにしました。魔法の力が強くなった、人間界で使っていい魔法が増えた。あー、どっちもなのかな。なるほど、やっぱ制限があるんだ、人間界で使っていい魔法があって。でも魔術師になることによってちょっとここまで使っていいよという、ね、だからって俺様を吹っ飛ばすのはやめろ、これからどんどん吹っ飛ばすからね。異世界召喚の魔法はどうなんだ、もう使えるのか。あー、そっか、そこがね重たるところでしたもんね。あれは駆け出しの魔術師がすぐ使えるような簡単な魔法じゃない。ああ、まあそっか、召喚魔法なんてね魔力の消費半端なさそうだし、やり方はソロモンが教えてくれるだろうけどな。使いこなせるようになるのはある程度修行が必要だ。ある程度でいいんだ早く習得して俺たちを人間界に召喚できるようになってもらいたいものだな。なんか1日1悪魔ぐらいなら今のところできるんじゃない。7人同時召喚っていうのはちょっと私死んじゃうわっていうことで。そっか、僕たちもうすぐ魔界に帰らなきゃいけないんだね。結構長い間滞在させてしまったね。私のゲーム実況が遅い部分もあってあなたたち何ヶ月もいたもんね。魔界もう大丈夫かな。別に帰れなくてもいいんじゃね、しばらく人間界にホームステイってことで。よー、しばらくホームステイしすぎたよ。俺もまだ人間界にいたい、もっといろんな料理を食ってみたい。すごいね、なんか野望があるね。
人間界の全部の食材を食べ尽くすんだという、まだまだ行きたい人間界のアニメイベントが、お前たちうるさいぞ、早く食べろ。はい、ルシファーも仕事溜まってるでしょうに。兄弟たちとの別れの日が近づいている。また別れで、すぐ次のショーで再会するやつ。はい、そっか、レッスン59はそっか、切りよく終わるところなのか。新レッスンとしてレッスン60から始まってましたもんね。新キャラが出ての59の4、もう新キャラと言ってもいいかどうかの年月が経ちましたけども、やったー、土の子のツッチーが住人になってくれた。あら、あつ森かな。ツッチーが住人になってくれたから今日はめでたいツッチー記念日かわいいカレンダーに書いてそう。嬉しそうなところあれだけどさ、なんかこのゲーム納得できないんだよね。あ、アサマちゃんもやってるんだ。なんで新しく引っ越してくる住人のために僕たちが家具を準備しなきゃいけないわけ誰しもが思ってることね。私たちが家をね、物件を抑えてっていう、なんで私たちが代わりにお金を払うっていうところのね、橋の整備やらそれがいいんですし、ツッチーが僕の作った家具を使ってくれるので、ああありがたしすごいね、推しのなんか、推しのためなら何でもやりますわみたいな精神、嫌いじゃないよ。クロー、今日も魔界は猫日和の指導委員会をかけてくれ、大音量で。そんな曲があるんだ、魔界は猫日和。かしこまりました。待て待て、あ、こっちがゲームしてるのに嫌がらせ。お前たちがうるさくて読書に集中できない。なぜ自分の部屋で読まない。みんなといたいんだ。自分の部屋で読めよう正当なるツッコミ。クロー、腹が減った。それはちょっと無理ですみたいな。さすがに食べ物は出せないから、美味しいお店を紹介とかかな。ちょっとした感触にぴったりのレシピを D3 に転送します。おーすごい。なんか余り物の食材を言うだけでメニューが出てくるとか、そういう機能はないんですか。ちょっとしたじゃなくて、がっつりで頼む。がっつりですか。がっつりですね。かしこまりました。あー、やればできる子。勝手に僕の苦労を使いこなすなもう友達がいっぱいいるね、苦労には。っていうかさ、もうこっちの家と嘆きの館をつないじゃって、自由に行き来できるようにすればよくない。ねえ、それが一番手っ取り早いのでは。てかもうなんか、もうみんなの部屋がね、身近にありすぎて嘆きの館にいるみたいだわ。それってまさに殿下が目指す3階の融和でしょ。ディアボロも賛成するはず。それはどうかなアスモは殿下のことを何も分かっちゃいない。それはどうかなっていうことで、私の方が殿下を知ってるというアピオ。あら、あれフェゴールの、あれなんでベルフェゴルノが上がったの。うん、僕もそう思う。ベルフェゴル聞いてた今の話。あ、聞いてたみたい。殿下が言う再会の融和って、いつでも僕らの都合で人間界を行き来できるとか、そういう話じゃないでしょ話のね、根幹たるところをちゃんと分かっとけと。だな、いつでも集まってゲームできるって意味でもなさげ。残念ながらね。何二人とも殿下のことすっかり理解しちゃってみたいな口でさ。あ、片やカラオケをね、した兄弟、かたや遊園地デートを一緒に楽しんだ兄弟ということで、つまんないね。え、なんで僕蚊帳の外みたいな。シメオンたちはまだここに残るんだろうな。あ、お店どうするんだろうね。いきなり閉店になっちゃうのかな、それとも違う天使たちに一回任せるのかな。シメオンとルクが帰るときは、いいな、天使ずるい、しばらくはいてくれるんだね。でもどうしてあの二人が人間界に使わされてきてるんだ。私たちの監視役、魔界を知るのと一緒で人間界について学んでこいってことなんじゃないの。このタイミングでですか。兄弟たちがバカンスの、兄弟たちがバカンスなのに、あの子たちは偵察とか結構あれだね。あっちは仕事人間だね。うおい、ペトロいるか。なんだい、いるよ、いないよさあツッコミが見たいね。いるじゃねえかっていう、おい、嘘つけ、思いっきりいるじゃねえか。ペトロ、お前今からカフェエンジェルズに行ってこい。どうして、なして、なんでマモに言われるんだろう。ルシファーがバルバトスに届け目のしろとさ。ああ、それをマモに言ったんだ。マモン、それルシファーがマモンに言いつけた用事じゃないの。だよね、じゃないとなんでルシファーがわざわざマモンに言って伝えてくれって言うのかと思ったよ。さすがベルフェゴール、ギク。ウルヘイ、俺様忙しいんだよ。ペートで暇だろ、とにかく行けよ、行ってこい、頼んだぞ。せっかくのね、一緒に行こうとか言えばいいのに、せっかくの私とのデートをほっぽり出すの。ああ、残念。さあ、私は誰と行くのか。ソロ、これソロクエですか。みんな忙しそうだもんね。なのにこんなにか弱い私を一人で、去るもの残るもの、一人で行かせるんですか。ああ、行かせられたみたいです。まあ殿下と二人で過ごす時間がここでちょっと必要だったのかな。あれピエトロ、いやそうでもないな、だってマモンに頼まれた用事だから。あれピエトロ、いや
いやあ、やっぱりペトロだ。こんなところで君に会えるとはね。どこかへお出かけ、バルバトスは？ねえ、いつもお月の人は？あの笑顔が怖い人。わかった。きっと今も見てるんだろうな。確かシミオンのところに行くと話していたよ。私が一人で出歩くのは意外かい？いやあ、絶対目立ちますよね。こんな背丈も大きくてかっこよくて美人のねえ。まさかと思うが、私は一人で買い物もできないと思われているのか。会話が面白い。ペトロはどこに行くんだい？これお届け物でございますということで、あ、バルバトスに行ったもんね。カフェエンジェルズ、バルバトスに届け物でエンジェルズに行きますよという。じゃあカフェエンジェルズに行くのかな。ちょうどいい、私も一緒に行くよ。シミオンの美味しいコーヒーを飲みたい気分だしね。一緒に行きましょう。BGM 変わった。真剣な話が来そうだ。そうか、もうすぐ魔界に帰ること聞いたんだね。なんで殿下たちの子、あ、そっか、殿下たちもそっか、一緒に来たの、来たの、一緒に来たのか、別々か、忘れた。時期にラットの新学期が始まるからね。私ももう少しここにいたい気持ちはあるんだが、でも寂しがる必要はないよ。君はもう一人前の魔術師なんだから、召喚魔法を覚えればいいね。頑張って覚えます。一番最初に呼ぶの誰にしようかな。そうすれば好きな時に好きな悪魔を、魔界から召喚できるようになるよ。今までよりずっと彼らに会いやすくなるはずだ。仲良しな悪魔に会いたくて召喚する魔術師なんて聞いたことはないが、君ならやりそうだ。まあそれやるために魔術師になったところあるんで、そのためにも、悪魔たちと遊ぶために召喚するというすごい自由奔放ぶり。そのためにもソロモンの鬼特訓を頑張って。ピエトロならきっと大丈夫だろう。大丈夫かな。もしかしたらお手製の料理を食べなさいという修行が来るかもしれない。そうなれば私はジエンド。ディアボロも召喚したい。ディアボロにも会いたい。もにもという言い方。ディアボロも誰かを召喚した前提でディアボロも召喚したいという。いや、私かい？私は君と契約していないから魔法で召喚するのは無理だよ。あー、なるほど、そっか、そうなるのか。じゃあ契約してくれと。契約してほしい。契約してあげる。契約してあげるよ。それは光栄だね。ぜひと言いたいところだけど、さすがにダメなんだね。やっぱり殿下次期魔王と思う方は。私には次期魔王としての立場があるからね。君と契約を交わすことはできない。残念だけど、君が困った時はいつでも力になろう。それを忘れないで、ペトロ。なんかバルバトスと契約したら、バルバトスはなんかそういうのできそうだから、召喚もディアボロ殿下もこっちに来れるみたいなのないのかな。手をつなぐ、腕を組む、手つないじゃいましょうか。あ、腕組むでもよかったな。カフェに着くまでこうしていこうか。え？デートであり恋人であるんだが、今までは、今だけはデートの気分を味わっても構わないだろう。デートですけど。はい、ということで突然来るディアボロとのイチャイチャ。はい、マモン、これできなくてよかったの？私がそのポジ奪ったけど。いや、あ、ピエトロだ、いらっしゃい。あら、かわいい天使ちゃんがお出迎えしてくれたわ。ピエトロ、それにディアボロもよく来てくれたね。坊ちゃま、こちらへいらしたのですか。はい、わざわざ。ああ、さっきそこでピエトロにばったり会ってね。カフェエンジェルズに行くって聞いたから一緒についてきたんだ。ルシファーから聞いてますよ、ピエトロ。わざわざ届け物ありがとうございます。いえいえいえ、ルシファーから聞いてますよ、ピエトロ。なんて言ったんだろうね、ルシファー。マルバタソ、お前に届け物があるから館の者に頼んだから、ピエトロに頼んだ。どうせマモンはピエトロに渡すだろうからっていう、そこまで読んでたという。よかったら2人ともそこへ座って、今コーヒーを入れるよ。はあ、外は暑かったんでアイスコーヒーでお願いします。ピエトロ、こっちこっち、特等席へご案内。横に可愛い男の子もね、つけてくれると助かるんですけど。そうか、もうすぐラッドの新学期が始まるんだね。あいつらみんな魔界に帰るのか、ディアボロも。ああ、寂しいけどね。かわいい、素直に寂しいって言えばいいじゃないか。もう少しここにいればいいのに。ああ、そうする。私はいるけど。そうだね、そうできればいいんだが。うるうると、こんな子犬にね、下から上目遣いで見られたら殿下もちょっとタジタジだよね。うん、そうだね、そうできればいいんだが。新学期が始まるのもあるが、私は私で魔界に戻ってやらなければいけないことがたくさんあるんだ。人より多そうだもんね、さすがに。バルバトスも、あー、うーんっていう、かわいい。坊ちゃまのいらっしゃるところが私のいるべきところですから。はい、二人で一つ。
いやだって言ってもいいんだよ。今ぐらいはわがまま言ってね、泣いて私の胸に飛び込んできてもいいんだよ。ルーク、そんな寂しそうな顔したらみんな辛くなるだろう。ねえ、いいね。ルーク我慢できたくて表情に出ちゃうのいいね。別に僕は寂しくなんかないぞ。ただうるさいのがいなくなったら退屈なんだけだ。ツンデレ。シメオンたちにはいつでも会える。シメオンたちはまだ帰らない。まだ帰らないでいてくれる。はい、わめづかい。ルークの見て学びましょうか。うん、俺たちはまだここに留まる予定だよ。でもみんなに気軽に会えなくなるのは寂しいな。ねえルーク。だから僕は寂しくなんかないって言ってるだろ。私には甘えてもいいんだよ。送別会をしよう。思い出作りをしよう。はい、送別会しましょうか。みんなの送別会か、いいね。送別会会っていうより、送別会っていうよりもまた会おうパーティーの方が響きがいいかな。ね、だったらあれがいい。そうだ、あれにしようね。殿下の企みならいいことでしょう。よからぬことでもなしに。あれ、なるほど、あれですか。あー、長年いないとわからないあれこれの会話成立してるやつ。あれでわかるの、バルバトス。ボッチャマとは長いお付き合いですね。私もわかりますよ。だいたいね、母君があれあれどこやったって言ったら、だいたいハサミのことなんで。執事すごい。はい、さすがやっぱ主人のね、考えてることを見抜いておかないと執事は務まらないぞと。59-11、魔術師の指輪。指輪ん？あれピエトロ、偶然だね。こんなところで会えるなんて。どこかからの帰り。はい、カフェエンジェルズから、カフェエンジェルズから帰るとこ。そうなのか、残念だ。言って、今からお手製のケーキをエンジェルズに持っていこうとしていたんだけども。あ、ピエトロも今食べるかい。はい、いいタイミングでしたよ。そんだったらな。え、それっぽい。なんだ、それならもっと早く家を出るんだったな。俺は今からカフェエンジェルズに向かうところだよ。入れ違いか、残念。あーなあ、よかった。持ってはなかったです、ケーキ。ピエトロ、何かいいことあった？それとも何か楽しいこと考えてる？送別会なんです。あー、言っておくけど、これは魔術師の能力じゃないよ。君の顔を見ればわかる。ソロモンさんはどこにいるんですか？今後私のそばにいてくれるんですか？うん、よければ何があったか聞かせてよ。ソロモンにまた会おうパーティーの話をした。実はカクカクしかじかで。へえ、また会おうパーティーか、楽しそうだね。ぜひ俺も参加させてもらうよ。もちろん、うん、あ、そういえばペトロ、君に聞きたいことがあったんだ。なんだい？実はね、ペトロの今後について考えていたんだ。もっと腕を磨くために修行が必要だろ。はい、修行して召喚魔法をね、覚えないといけないんで。例えばどんな魔法を使いたいか参考までに教えてくれるかな。召喚魔法、召喚魔法、召喚魔法という上中下に同じ選択肢が来ますように。召喚魔法、癒しの魔法、かっこいい攻撃魔法。かっこいい攻撃魔法を選びたいんですけども、さすがにここはね、兄弟たちのことを思って。そうか、君が魔術師を目指したのはそのためだったね。はい、君はまだ魔術師としては駆け出しだ。魔術について学ぶべきことがまだまだある。そらね、呪文だけじゃない、魔術の歴史や3階の成り立ちも理解しなくちゃいけない。お勉強嫌いです。高度な呪文ほどその成り立ちや背景を理解した上でないと使いこなせないからね。ああ、やっぱポンポン使えるもんじゃないんだね。そのためにはまたラットで勉強するのも悪くないね。お、もしかして。ああ、でも兄弟たちが一緒だと俺がピエトロと一緒に過ごす時間が減ってしまうな。私といたいんですか、お師匠様。まあ修行の時間を取らないといけないもんね。だったらピエトロが人間界にいる方が俺にとっても都合がいいのか、ということで。はい、最近入りのあれでしょ、リモートのやつしちゃう。魔界とリモートでつないで授業を受けるのか。特別な人はソロモンだけ、ソロモンの方針に従うよ。特別な人はソロモンだけ。なんでいきなりここでそんなぶっ込むんだろうね。さっき殿下とあんなイチャイチャしたね。ソロモンの方針に従うよっていう、その師匠をね、ちょっと敬う弟子ポジスタイルでいきたいんですけども、ちょっとここは恋愛色の方でいきましょうか。いいね、やはりその白い肌によく似合う夕焼け色の方。はい、ありがとうピエトロ。俺も君のことが特別だよ。はい、弟子として。それはそれとも恋を、うん、恋敵、恋敵じゃない、うん、うん、恋人。本当はもう少し後で渡そうと思っていたんだけど、指輪だ。これは君に。嬉しい、私嬉しい。ソロモンから指輪を手渡された。嬉しい、うん、魔術師の指輪だよ。
光の指輪を持っている君に俺からのお守りは必要ないかもしれないけど、光の指輪誰からもろたんだったっけ、覚えてない、キスしてもいい、ありがとうなんでそんなすぐに横上するの、私最高ですけども、行け私、そんなこと聞くまでもないだろ、俺の答えは一つしかないって分かってるくせに、こんなお外のいい天気の中、外には人も歩いているでしょうに、ん、指輪のお礼キス、指輪受け取ってくれてありがとう、その言い方だとすごいなんかプロポーズ受けたみたいな感じになるんだが、これがいつも君を守ってくれますように、いやソロモンさんからの指輪なら特別なものがね込められてるんでしょうね、魔力とか、君にはまだまだ教えたいことがある、これからもよろしくねピエトラ、はいぜひともお師匠様よろしくお願いしますということで、あと3話でございますけども、あこれもう泣かないでレフィね、私も塞げなかったみたい、ごめんね、私魔術師としてまだまだね素人なんで、素人も同然なんで、だから泣かないでレフィ、ごめんねピエトロ、かわいい、まさかあのタイミングでピエトロが帰ってくるとは思わなくていいの、私もお外で何が中で起こってるか分かってるのに開けたんだから、マンモンにムカついてついつい頭に血が上っちゃって、何があったの、私分かってるわよ、兄弟喧嘩はダメめ、そんなんじゃないし、つか聞いてよピエトロ、マモンのやつひどいんだけど、マモンが僕のクローに勝手に課金してさ、なんでパスワード書いてもなんでかバレちゃって僕のアカウント使われて、なんかそのパスワードとか金庫とかのロックを解除する術はあの子巧みそうね、七尾関係のパスワードはやめようか、私も知ってるどうせそういうことだろうと、なんでわかったの、ピエトロすごい魔法使ったわかりやすいんだろうな、かわいいな、今までも多分そういうパスワードが多かったんだろうな、じゃあこういうのは僕とピエトロだけが知ってるワードを組み合わせてパスワードを作る、あ、2人の秘密ですね、思い出の場所とか日付とかアイテムとか、うん、うん、それいいな、そうしよう、レビとワードを出し合ってパスワードを考えた、おお、2人きりの空間じゃん、なになに、どういう言葉にした、できた、鉄壁のパスワード、これなら絶対絶対マモンにはわからないはず、お金大嫌いとかいうパスワードの方がいいんじゃない多分マモンはググって意地でも入力したがらないと思うけども、ありがとうピエトロ、これで勝手に課金されなくて済む、それになんかちょっと良くない、枕2人にしかわからないパスワードとか特別な感じがするね、特別な関係だから、何なんか別れが迫ってきてるから一人一人にすごい密な関係を築いてから別れようとしてるんだけども、私特別な関係だから私とレビは今日はこの BGM が大活躍する日ですね、もっと言ってよピエトロ、他のやつらと僕は違うって、特別って言って、さっき特別って言っちゃったしな、お師匠様にてんてんてん、僕が不安にならないように、帰りたくない、ずっとピエトロとそばにいたいよ、私もレビのそばにいたいよ、ずっと一緒にいるにはどうすればいいんだろう、ピエトロが家族になったらいいのにな、結婚するしか、それってプロポーズ、これどっちでもいい、どっちの方がいいですか、結婚するしか、いやでもどっちでも驚いてくれるもんねレビア、それってプロポーズとして受け取ってもいいですか、あ、違うし、勘違いすんなし、違うからな、そういう意味で言ったんじゃないからな、本当に本当に何度も顔を覗き込みましょうか、本当に本当に違うのって いきなり何言い出すんだよ、何言ってんだ、何言ってんの何何何って3回言った、もう僕へへへへへ部屋戻るから、待ってレビ、へへへへ部屋に戻らないで、あー行っちゃったはい、プロポーズとして受け取っておきましょうかってことで、私は今レビと結婚したんで、はい、殿下とは恋人で、レビと結婚してやばいな、ないわ、家族になれたならみたいな感じでしたっけ、セロリはやだ、セロリ嫌いなの美味しいよ、まあセロリ苦手な人多いか、野菜全般はねやっぱ何かしら嫌いなものがありますよね、まあ大体僕はいけるんですけども、セロリはやだ、ジュースにしてしまえば味は分からなくなる、おー、はいはい、ちゃんとお兄ちゃんがこうやって食べるといいよというアドバイスを受けてる、あ、してる、そんなわけないでしょ、騙されないよ、本当だみたいな、別に騙そうと思ってない、信じてくれ
まさかベルエゴールが俺を疑うなんてって。何してるの？仲いいね。はい、ぶっ込みましょうか。仲いいね、うん、おはようピエトロ。っていうかあれだね、今更なんですけども、めちゃめちゃキッチンのカウンター部分広いね。なんかそこに料理を置いて立ち食いもできるみたいなコンセプトなのかな。なんかやっぱ外国チックな作りだからよくわからないや。おはようピエトロいいところに来た。ジューサーでジュースを作ってるんだ。ピエトロも一緒に飲もう。私バナナジュースがいいです。果物のフレッシュジュースを作ってるんだけど、仕上げに何を入れたらいいと思う？ああ、今までに入ってるものは牛乳、セロリセロリ推しでいく？部分の味方になっちゃう？実際飲んだら美味しいかもよ。あ、これ飲んだら美味しいやつパターンじゃないの？うん、うまい。やっぱりセロリの味残ってる。うえやっぱり嫌いなものの味ってやっぱね、ちょっと敏感になるよね。わかるよね。おかわり。まだ飲むの？おー、全部なくなっちゃうわ。もうジュース作っただけでこんなに散らかるとか、ケルベロスが暴れたのかって惨状はなんだけど、まあケルベロスの鳴き声とブブの腹の音は一緒なんで、まあ近いところにいるんじゃない？それより早く片付けよう。ルシュアに見つかったら殺される殺されるよね。怒られるって書いてるけども、多分殺される読みでいいと思う。ん？アイスクリームカーの音がする。お口直しだ。本当だ、毎週この時間になると通るんだよな。アイスクリームカー、そういえばまだ一度も買ったことないベルエゴールはそういう人間界の文化が大好きでちゅねーサーカスの次はアイスクリームカーですか？見てきていいぞ。でも片付けがあるし、あ、お兄ちゃん気になるんだろ。ここは俺とピエトロでやっておく。まさかあのベルゼブブが食べ物関係の方をどっちなんだろう、弟のためを思ってなのか、ルシアの怒る様が怖すぎてもうこっちに全力を注ごうとしているのか、まあ両方だろうけども行ってくる、後で合流するから。ああベルヘのああいうところは昔から変わらないな。楽しそうなことは確かめずにいられないんだ。可愛かったよね今のね。あ、アイスクリームカーの音がするってどういう感覚って今のね。でブブと二人きりになりました。フルーツまだ残ってた、食うか。これブブの後にフェゴールのところ行くのかな。あーん、あんしてください。ほら、あー、ちょっと BGM 仕事してないよ。この達成感の BGM じゃなくて、なんかそのね、イチャイチャの BGM にしてもらわないとうまいか、おいしいです。イケメンに食べさせてもらえるやつおいしいです。魔界に帰ったらこうして一緒にジュースを作ったり、後片付けしたり、飯を食ったりできなくなるんだな。寂しいね。ずっと一緒にいられる方法はないんだろうか。純粋な眼差しでそういうね、もうまっすぐな言葉を投げられるとちょっとドキッてしちゃうね。今以上の絆があれば、家族だったら家族だったら、ああそうだな、家族なら一緒にいるのが当たり前だってことは、ああピエトロのことは今も家族だと思ってる。でも俺が思ってるだけじゃ意味がないな。ああブブの家族はどの家族、本当の家族になるにはどうしたらいいんだろうな。後でベルフェにも聞いてみよう。3人で考えたら何かいい案が浮かぶかもしれない。恋仲じゃなくて本当にファミリーで捉えられている。きっといい方法が見つかって一緒にいられる、そう思うだろう。俺は汚れたタオルをランドリールームに持っていく。ペトロは先にベルヘと合流してくれ。はーい。人間界じゃ地域によってちょっと難しいんで、魔界で一夫多妻制とか一妻多夫制にして、みんなで結婚してしまえばいいと思います59-19、とんでもないことを言ったけども。ペトロこっち、ちょうどよかった。アイス一つ取ってよ。一人で三つ持つのさすがにつらい。あ、みんなの分買ってきてくれたの、優しい子だね。いい天気だし、プールサイドで食べよう。あら、ブブの分溶けちゃうよ。ベールは放っておいていいの？ベールが迷子になっちゃう。あ、でも放っておいていいのという聞き方したら嫌だね。うん、伝えなくてもベールは見つけてくれるよ。奇獣な。ベールは僕のいるところが分かるし、僕はベールのいるところが分かるから。じゃあ迷子センターとかに頼らなくて済むね。ベールのことが一番わかるけど、他の兄さんたちのこともなんとなくわかるんだ。でもピエトロのことも最近なんとなくわかる。今はレビの部屋でゲームしてそうだなとか、サタンとライブラリで勉強してるっぽいとか私そんな一日どっかのスケジュールで兄弟一人一人と練り歩いてるんだ。面白いな。アスモに捕まってネイルの色選ばされてそうとか、いろいろ。家族だから勘が鋭いね。家族だからわかっちゃうのかな。そうかもね。うん、きっとそういうことだと思う。
ピエトロが家族になったら兄さんたち大喜びするだろうね。本当はベルフェゴールも大喜びでしょ。言ってよベルフェゴールのこっちから言ってよ特にマモンとかアスモンとか大騒ぎしそう。そしてうざそうそしてうざそう。この7文字に全てが集約している彼の。ベルフェは他の兄弟たちだけ。ベルフェはさあやっぱ欲しがりますよね。ベルフェからの、うん、僕もちろん嬉しいよ。そんなの当たり前でしょ。うーベルフェゴールの方が一番上手だったわ。涼しい顔でねえ僕のアイス味見する。あーはいさっきブブともしましたけども、あーイケメンに食べさせてもらえる2度目のアイス美味しいです。はいあー美味しい。さっきのアイスじゃなかったか2度目じゃないわ。こういうの昔からベールにはよくやってたけどピエトロとやるとなんか特別な感じがする。ピエトロのも僕にちょうだい。あげないわ。私のアイスは絶対に誰にも。これは私のものよがめつい。あー幸せかい。あベールだベール、こっちアイスあるよ。ドタ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 ってめっちゃ走ってくるっていう。食べる。ほらねピエトロ、家族ならわかるって僕の言った通りでしょ。さすがだね。何の話だベルフェ。何でもないよ。うん、何でもない。あはは、あははということで、あ、終わりですかい。終わりのようでございますということで友情エンド。あ、じゃあまだかレッスン60でさようならをするのかな。あ、そうか、新章レッスン60からじゃなくて61からなのか。新キャラとかが出てくるのってことはレッスン60でお別れ会を開いてからのってことか。あーはーはー、なるほど、勘違いしました。っていうことで、ちょっとね、まあまあまあソロモンと殿下とは結構、あレビトもか、結構恋愛的な終わり方をしたけども、フェゴールとブブとはちょっと友情エンド、家族ファミリーエンドみたいな感じで終わりました。さあ次回レッスン60ね、またここで一段落、話の区切りがつきそうなところですので、すごいどういったエンドを迎えるのか今から楽しみでございますけども、またレッスン60お楽しみにしていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。